ることになりました。選考文を手掛けるのは前作の人材育成プロジェクトで吉成監督の直接指導を受けた20代のアニメーターたち。その後キルラキルでも活躍し実力を磨いてきた中核メンバーです。作画作業の最初の工程は絵コンテをもとにレイアウトと呼ばれる設計図を作ること。キャラクターの動作やタイミングを決めるラフ原画の作業も同時進行で進めます。年が明け2015年1月、監督がレイアウトのチェックを行う作画会議がスタートしました。アニメーターが描いたレイアウトをムービーに加工しワンカットずつ確認します。監督の方針を全員で共有するための本作独自のシステムです。この日チェックしたのは約30カット。動きのポイントだけをごくシンプルに描いた非常にラフな下書きの状態。しかし吉成監督はそれぞれのカットの問題点を一瞬で見分け的確な指示を出していきます。このトマト投げのカットにも修正が入りました。ちょっと体が先行して腕がこう振り始めたところでちょっと戻り始めるっていう感じ。ちょっと上体の動きが小さく実感に応じてるのかもしれないと思うけど、腕の体のバネの動きで腕がこういうふうにこれについていく感じなんで、このなんか視点になるボディを見失わないようにして書かないと、ちょっとなんか力の伝わり方がうまく出ないので、この辺に注意してください。一体どういうことでしょうか。この図の意味を詳しく見てみましょう。吉成監督が描いた図は物を投げる時の人体の基本的な動きを表しています。真ん中の線は体の重心の中心軸を表したもの。動き始めの軸は少し前のめり、次に一旦後ろに反り返り、投げる瞬間体は前に腕は後ろに、そして最後に腕を振り切ります。アニメーターが描いたレイアウトをもう一度見てみましょう。この4枚の絵から動きの中心軸を探ってみると、ご覧の通り体の軸がほとんど動いていないことがわかります。上半身を固定したまま腕だけで投げている状態です。いたずら者で活発な悪ガキたちにしてはいまいち迫力不足。しかし動きを修正した完成版は思いっきり投げている様子が伝わります。わずか2秒半の短いカット、しかしその一枚一枚の隅々にまでアニメーション技術の高度なノウハウが詰まっているのです。このトマト投げの